今回は面白いコンボを思いついたから、ちょうど剣豪エースの静香の前デッキを使ってる。エルトラップ先生にお願いして使ってきてもらったよ。毎中に大喜利を花が来た小道にかけてタイムリープを使うことで計略を2回打ち尽くし、武力15を中にカウント再生できる。そこから四季3で目覚めもできるし、継続計略で繋いでコンボできるから、静香の剣と相性がいいと考えたよ。効果時間の長い起きたからも目覚めてきて、起きたの兵力継承のデメリットも回復でフォローできる。毎中の起きたに大喜利を投げた場合武力19になって、目覚めの上昇値がプラス9までいって、計略同士の相互相性で、あらゆるコンボが可能の構成。効果時間の長い起きたからも目覚めてきて、起きたの兵力継承のデメリットも回復でフォローできる。毎中の起きたに大喜利を投げた場合武力19になって、目覚めの上昇値がプラス9までいく、計略同士の相互相性で、あらゆるコンボが不可能の構成。竜兵に大喜利のプラス8をかけても、武力13になるから、自身武力を参照し目覚め可能で、一時的とはいえ、武力20になるから、状況に応じて、いろんな計略の使い方を視野に入れたよ。花が来た小道が、時代特殊屋から戦機に輝く採用者、月の双剣を採用できて、毎中なら、刀戦機から目覚めもできるし、相手の真田行ったかとかなら、火事の敵で、沖田復活からの目覚めもできるよ。身体を軸にした静香の前デッキと比較して、毎回潰された小屋そもそも舞いづらい状況でも、沖田原デッキとして戦える点も、このデッキのアピールポイントかな。僕はまだ戦える。こんなチョイスだって。雷光四天王が一人、渡辺の綱が邪気を打つ。雨を願えば雨を、光を願えば月明かりを招きましょう。殺し撃つよ。殺し撃つよ。何度でも何度でも、私はお祈りします。炎となって消し去れ。最後まで下は抜かれ。そんな強い。殺し撃つよ。ここは任せ。デュテ天変来たれり戦機。流派発動。三の肩負けねえ。離せ。殺し出ろ。ここは任せる。雷光四天王が一人、渡辺の綱が邪気を打つ。僕は役立たずなんかじゃない。離せ。流派発動。二の肩天気
僕はまだ戦える。何度でも何度でも私はお祈りします。放て！逃げねえよ。これは俺の人生のリベンジだ。行け。放て！天変来たれり。出ろ！そんな。炎となって消し去れ！無理。最後まで下は抜かねえ。絶対に負けねえ。ここは任せる。目覚めよ天下の義士たちよ。晩年下手なら完成についたから、ここで宣伝。今回の視点を提供してくれた。エルトラップ星人の世に、漫画が、6月5日発売のコミックの年天線7月号に、掲載されとるから、こちらもおすすめ。ただいま。せや！あんたの相手は僕だよね。この子には、手を出さないでくれるかな。強い。撃つよ。天変来たれり。君面白いね。今回は2試合動画にしてもらったよ。ちょっといじめすぎちゃったかな。殺しよ。撃つよ。やめてください。突撃！突撃！殺しよ。助けてくれ。撃つよ。殺しよ。まで下は抜かれ。撃つよ。殺すよ。やめてください。殺すよ。負けねえ。撃つよ。雨を願えば雨を、光を願えば月明かりを招きましょう。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。出ろ！死に続け。
あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。殺すよ。殺すよ。おら！俺が倒れちゃう。殺すよ。分かっていたことだ。償おう。武器は流派発動。三の肩。殺しよ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。何度でも何度でも私はお祈りします。逃げねえな。これは俺の人生のリベンジだ。流派発動。三の肩。殺しよ。従う者か。殺すよ。撃つよ。殺すよ。戦機まで下は抜かねえ。絶対負けねえ。道を切り開く。そんな戦機ほんのちょいと回復。行け。撃つよ。蝶の羽ばたくわずかな時間でも、ただこの戦いに続いてくれ。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。償おう。分かっていたことだ。殺しよ。俺が倒れちゃう。流派発動。二の肩。目覚めよ天下の義士たちよ。頼れる者などおらん。出ろ。私は生きているんですね。出ろ。最後まで下は抜かねえ。出ろ。見るべきものは見た。
頼れる者などおらん。ご視聴ありがとうございました。このデッキはいろいろ面白い感じになったと思うからおすすめやよ。